ちょ、で今日はあの普通に喉をすごいポリポリ返してたらこんな変な声になったんですけど、で今日やりたいことあるんけ今日ね、今日これ手に入れちゃったんですよ。このなんかこれっすね、これ適当に作ったサムネみたいな、なんかあの文字フォントしてるさ、このペヤング焼きそば超盛りペタマックスみたいなものをさ、これ買ってきたからさ、これね俺今日食べたいなと思って、一人で絶対に一人で食べないでください。うっせぇ、一人でしかいねえんだよこれら。4184キロカロリーってさ結構ありますよね。なんかペヤング1個が分かんないからさ、ちょっと待って、俺ちょっと計算してみるわ一回。そういうことか。あ、じゃあペヤング1個大体これくらいだから、ペヤング大体これぐらいっすね。あ、そういうことか。めちゃめちゃあるね。これさ、もうさっさとパパッとさ、あの、すごい簡単に、俺のなんか、顔みたいにすごい簡単に作り上げまして、しっかり綺麗に作っていきたいと思います。おぉ。いや、でね、見て。もう早速開けて、早速やっていきますわ。もう、痛い。もう手挟まってんだよ。痛いな、もう。これ出していきますと。この箱必要ある？これ。でっかこれ。こんないらねえんだけど俺。普通に。なんだよ。水も湧かねえしよ。ちょっともう早くさ、湧いてくんないですかこれ。うん、バカ見て。お母さんもう来てる。先行ってよ。お母さん来てたのもう。じゃあね、このお湯が生い茂ってきましたんで。はい。マット的に足りないですよね、これは。しっかり足りない。ふりかけ入れなきゃ忘れた、普通に。スパイス。はい、できました。え、ちょっと待って、何分待つんすか、これ。痛い。また手挟んだ。痛い。もう最悪。3分？ヘイ、シェリー。ヘイ、シェリー。3分かって。はい、3分からカウントダウンします。よし、3分経ちましたんでこれ流していきますと。はい。あちゃ。どんな感じだろうね。なんかブーブーなってんだけど、ちょっと何、タイマーシュ、あ、今3分経ったの。あれ見て、このサメちゃん可愛いよね。うん、これすごい美味しいんだよね。多分俺ペヤングってさ、多分全く食べてないからさ、あの、味わかんないっすよ。ほんとに。あ、焼きそばなんだ、これ。焼きそばなんですね。焼いてないけど、これ。でっかー。やばすぎでしょ、これ。超でかいじゃん。ちょっと小手先前で、味見していいですか、これ。ね、なんかすげえいい匂いするんだけど。とんかつソースみたいな匂いする、これ。いただきまーす。おふくろの味、これ。なんか寝っ転がってたらもう完成してましたね、これ。あら。すごいね、量があれば。ちょっとこれ多分一人じゃ絶対食えないと思う。ああ、ちょっといっちゃうわ。あの、ごめんなさい。絶対食えません、こんなの。ちょっともうやばいっしょ。この動画のコンセプトは、一人で言うですと。いただきまーす。すねうん。うん、あちょっと充電しないと。すごいね、いい感じにね、パサパサしてるわ。うん。うん、味はね、すごい美味しいっすわ。やばっ。これはすごいな。水分がないっすからさ、砂漠では食べれないと思う。多分。作れもしない気がする。今日この声で病院の電話予約したら、何も聞き取れてもらえなかったから。やばくない今の声。今はさ、食ってて思いついたんだけどさ、今、さっきというか、2秒前ぐらい、あの、ゲップのせいじゃない？これ？ゲップのせいとかありえない？声変になってない？俺。うん。
結構来るわ。もう来てるもん。で、多すぎない？これ何人前なんすか？これ。ヘンシェリー、ペッターマックスって何人分？ん？いる？これ、いる？いります？失礼いたします。あのさ、やっぱり場所変えてこっちの方がさ、量食べれると思うんだよね。キッチンで食べた方が味もすごい変わってくると思うからさ、キッチンだとガチンコですよ、ここは。はい、うん、ででてった。ハイジーさんの動画見せたらさ、生卵をさ、追加いたしまして、これで食べてたね。あ、すげえ食べやすくなると思う、これさ。もうさ、パサパサすぎてさ、通っていかないですよ、口を。食べにくすぎる。うわぁ、危ない危ない危ない、うん、いいっす、これ。この石めちゃめちゃ位置がいい。うん。いや、結構来るな、腹に。なんか、正直これ一人でさ、来ないと思ってたから、こんなもん。でかいだけでしょ、みたいな。でかかったっすね。うん。このデカマラ追加。あー、来るわ。つけ麺ね。卵つけ麺、イコール、ちんこじゃん。おっぱい、これ。はははは。このカスカス具合さ、トイストーリーのポテトヘッドみたいじゃない？俺。カスカスだったよね、あの人って。もう、お腹いっぱい。もう今の時点でお腹がいっぱい。喉が焼けるように来た、今。おっと、リブリ、もう無理、気持ち悪い、普通に。うわ、なんだよこれ。これぐらい食えない。結構食ってるよね。1、2、3分の1残ってんすよ。ここにあったもう全部こっちに寄せてるからさ、多分もっとあると思うんですけど、普通にほんと食えない。お腹いっぱいすぎて気持ち悪い。ちょっとね、あの、もう無理なんで、この動画短いかもしれないですけども、終わります。休憩しまーす。